では、えー、スカルプトモデリング、えー、ハイディテールを入れる段階の、えーまあ、最後の段階ですね、えー、ここの説明をしていきたいと思います。えー、っと、まあ、ここまでの状況としましては、えー、簡単にですが、えー、スカルプトモデリングを、えー、進めてきましてで、中ディテールまでですね、えー、入れてきた状態です。で指先とか、えー、まあ、 頭の造形とかその辺りをしっかりと作り込んでまだ体の表面に細かい情報は入っていないというような状態が中ディテールまでの段階でしたでこの辺りですねまだちょっとあの完了していない部分ありますけど説明の方はもうすでにできますので進めていきたいと思いますじゃあまずですね今の えっと、ボックスエルサイズ、リメッシュの,あのポリゴンの解像度のことですね、えー、ここの確認なんですが、えー、現状0.25、零二五と、えー、なっています。まあ、人によって違うと思いますけど、えーまあ、今のポリゴン数の状態だと、えー、中リテールまでがいっぱいいっぱいっていう状態ですね。でさらに、えー、これ次の段階に行くにあたって、えー、さらにもう半分ぐらいまで,です、ね、落としてしまいます。えーでこの えっと、はい、ディテールの情報を入れる、えー、前あたりでですね、あの、一度セーブを取っておいてください。まあ、この状態で一旦セーブを取って、で、その後、えー、このポクセルサイズを下げると。まあ、あの、計算処理にですね、あの、大きな負荷がかかるので、処理落ちしてしまった場合のことを考えて、えー、そこをケアしておくということです。まあ、セーブ、えー、した上で、えー、ここの数値を、じゃあ、えー、落としていきます。0.01ぐらいにしてみます。で、メッシュをかけます。 あで今ですね、シーン内にあの目のモデルもありますけど、目のモデルはもうあの完全無視で進めてます。はいじゃあリメッシュを押します。はい、えー、そうすると、まあ、かなりですね、えー、細かくまで、はい、ポリゴンが貼られていることが分かります。まあ、この時点でどっか穴がないかとかですね、えー、チェックをしておくといいと思います。 はい問題ないですね。まあ、もし、えー、穴開いてしまっていたりしたら、えー、その辺りは一回 CtrlZ で戻って、えー、修正してからポリゴン数を上げるようにします。でちなみにもう一個注意点なんですけど、えーっとまあ、このポリゴン数を上げるとどうしても修正が難しくなってきます。まあ、変化がですねすごく大きくこの辺の境目とか見るとすごく大きく出るのでこの全体のシルエットに関わる、えー、修正がすごくしづらくなってくるんですね。 でポリゴン数を下げることは、えーまあ、できますけど、同時に、あのー、情報も、掘り込んだ情報もなくなってしまうので、ちゃんと順序を追って、えー、ここまでクリアしたら次の段階行くっていう感じで、えー、進めていくのが、えー、非常に重要なポイントになります。えー、じゃあ、早速ですね、えーと、このハイディテールを入れる段階でやるべきことをちょっと説明していきます。<laughs> えとやることはシンプルでですね、えー、2つです。 体の表面の、えー、鱗の情報、まあ、皮膚の情報を入れるっていうのが一つ。で、えー、それから細かいシワを入れるっていうのが一つ。まあ、この二つの作業をこのハイディテールの段階でやります。逆にそれ以外の、えー、情報を入れるのは、まあ、もう少しあのポリゴン数が低い段階で済ませておかなきゃいけないっていう感じですねあで。あとちょっと気になった人もいるかもしれないので、ちょっと話しておくと、爪とか、えー、歯とか。 っててていうパーツに関ししは、後から加えるこことをこれ想定してます。まあ、一緒のモデルで、えー、表現する場合には、えー、この中ハイディテールに入る前、まあ、中ディテールぐらいで追加をするようにしておいてください、まあ、これ別パーツで後で加えるつもりなので、えー、今回はこのモデルに関してははや、えー、爪は生やしていません、えー、ちょっと話がそれましたが、えー、早速ですね、えー、表面の情報の入れ方について説明していきます <laughs> えー、リファレンスをこれもまたよく確認します。えー、鱗の形をですね、チェックしましょう。まあ、こんな感じの、まぁ、あ、エリマキトカゲの場合は、えー、こんな感じの鱗の、えー、形を持っているということがわかりますね。一個ずつの形を見るといいですね。で、また、部位によって、えー、その、鱗の形が変わっていないかどうかもチェックするようにします。でまあ今回のこの、 キャラクターの場合は、まあ、さほど変化はないですね。部位によっての、えー、鱗の形の変化は、まあ、ない。まあ、あのー、大きさの比率の違いはありますけどね。この辺は細かくて、この辺はちょっと、えー、大まかになっているっていうような比率はありますけども、鱗の形自体にはあんまり変化はないことがわかります。えー、まあ、例えば、イグアナとかワニとかっていう、えー、生き物になってくると、鱗の形自体も何パターンか必要だったりするので、注意してください。 それから、しわについてなんですけど、えー、シワはちょっと分かりやすい画像で言うと、これとかですね、この辺に入っている今、筋になっているところ、これがあのシワになりますけど、中ディテールでは入れられなかったレベルのシワをこの段階で追加するようにします。まあ、それもですね、画像を見てチェックしておきましょう。 特にあのシワの情報ってその生き物の説得力、生命感を出すために、えー、すごく大事な働きをしますので、えー、見つけたらどんどん入れてあげるべきですね。このあたりとかですね。はい、えー。じゃあちょっと、じゃ実際の作業について説明していきます。 えっと、これもですね、また全部、あの、録画してしまうと、ちょっと時間がかかるので、もうデモ的に、え必要な箇所を、え淡々と説明をして、えで、ポイントを離して終了という感じでいきたいと思います。えまずは、えとまあスカルプトのこのウィンドウで、えっとドローブラシに切り替えておきます。ドローブラシですね。えそして、まあ一個ずつですね、あの、うろこを、 掘り込んでいってももちろんいずれ、まあ、いずれはあのゴールにたどり着くと思うんですけど、まあ、ドローシャープとかに出してみてこういう感じですねこうやってやってても、まあ、あのいずれはゴールにたどり着きますが、まあ、ちょっとそれだと時間がですねかかってしまいますなので、えー、今回はあの割と簡易的に、えー、アルファを使って鱗の情報を、えー、掘り込むっていう 作業についてやっていきます。<laughs> はいじゃあ、そのうろ、えー、のアルファをですね読み込むあたりについてちょっと説明しますが、えー、やり方としては、えー、画面の右下の辺りの、えー、これですね、えー、ブラシのプロパティ、ここを一旦確認します。はい、これですね。 で,これで、このウィンドウでは、まあ、かなり多くのことがですね、実はあのセッティングできるようになってます。まあ、ブラシサイズとか強さもそうですし、えー、このストロークっていうところ、このストロークっていうプルダウンを開くと、あの、なんでしょう、ブラシの、えー、反映される効果がですね、まあ、結構変わってきます。スペーシングっていうところを例えば上げて、数値を上げると、えー、と1回のスト,ストロークあたりに、えー、かかる、 でしょう、効果が、あのー、幅を持ってですね、ポン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 とストロークされたりとか、まあ、そんな感じの、えー、数値になってきたりするんですけど、まあそういったさまざまなセッティングが実は行えるので、このフォールオフっていうところもそうですね、さまざまなセッティングが行えるので、まあ、ちょっと気になった方はですね、えー、よく調べてみるとプラシについて詳しくなれるかもしれません。まあ、ちょっと必要な箇所をですね、ちょっとピックアップしながら説明をしていくので、えー 全体的には割愛しますが。じゃあ、まずやることとしては、ドローグブラシに、えー、切り替えましたら、えー、次に、テクスチャーのこのプルダウンを開きます。このブラシの、ブラシセッティングスの中ですね。えー、テクスチャーのプルダウンを開きます、えー。そして、プラスニューって書いてあるボタンを押します。はい、これでアルファを貼り付けられる、えー、状態になりました。わかりづらいので、ちょっと名前変えておきましょう。 このテクスチャーって書いてあるところが、えー、名前の入力箇所になるので、えーまあ、例えばですけど、ブラッシュアルファという名前に変えておきます。わ、まあ、かりやすくするためですね。で、えー、画像の読み込み方、アルファ画像の読み込み方としては、えー、こっちに移ります、えー。テクスチャープロパティーズですね。そして、えー、このプレビューって書いてあるところ、今真っ黒なんですけど、えー、アルファを読み込むとここに表示されます。で読み込み方としては、ここの えー、オープンってて書いいある箇所を押しますはい、これで読み込むということですね。で、えー、っとちょっとここでアルファの、えー、素材の話を少しします。はい、えーっとまあ、こちらですね、今、アルファを表示してるんですけど、えー、このアルファ画像もやっぱり、えー、っと探せばですねあのたくさん出てきますで。無料のものから有料のものまで様々あります。 でこのアルファ画像をまあいかに潤沢にしておくかで、えー、作業の効率というのはすごく変わってきますので、えー、まあ少しですね、えー、そういったアルファ画像の入手先というのを説明しますはい、えー、例えばではあるんですけど、うん はい、例えばこのサイト、えー、Z ブラシスペースアルファーって検索すると出てくるサイトになります。えーまあ、あの今、Z ブラシはマクソンの仲間に入ってますので、えーまあ、大元がマクソンになってますが、Z ブラシで使うための、えー、アルファをですね無料でダウンロードできるページになっています。まあ、ダウンロードするかしないかはですね、えー、皆さん自身で検討していただいて、自己責任のもと入れるのであれば入れるようにしてください。で今回、あのー まあこの襟きとかでの制、えー、作の、えー、とサンプルとして使うアルファについてもここでダウンロードしたものと <laughs>、えー、一応したいと思います。まあ、これだけ、えー、素材がありますが、まああの、なかなかですね、自分が意図する画像があるかどうかというところは、まあ、保証はできませんのでね、えー、チェックをしてみてください。で実際あの、サンプルの方で、えー、使う画像としては、まず1つ目がこれ。 この画像を、それからもう1つ目がこの画像ですかね。その2枚をですね、今回ちょっと例にとって説明します。これが一応フリーでダウンロードできるんですけど、また他の入手先としては、アートステーション、アートステーションのショップの中のマーケットプレイスに移動します。このマーケットプレイスですね。 で、これはあのーまあ、世界中のクリエイターが作ったアル,ファアルファに限らずですね、いろんな素材をまあ有料で入手できるサイトになっています。ここで例えば、えー、ブ,ラシアルファブラシアルファと検索すると絞られて使、えー、いやすいアルファを作成してくれた方がリリースしてくれている可能性があります。 でですね、えっ、ー、と、ちょっと見つけられるかどうかなんですけど、うん。そうですね、まあ、あの、いろいろ調べてみてください。まあ、ここから、あの、ダウンロードした、あの購入してダウンロードした画像として、えー、とっと、ここから、ここまでのこの辺の、 画像たちになりますこんな感じであの1個のパッケージにしてリリースしてくれているものがほとんどなので、まあ、あの作業効率を上げたいと考えている人は、えー、少し課金をして、えー、入手してみるのも検討してみてください。はいじゃあちょっと、えー、この話は終了で <laughs> じゃあ Z ブラシじゃなくてブレンダーの話に戻りますね。えー、でその ダウンロードしておいた、えー、アルファをですね、2意のフォルダーに入れたら、えー、そのデータを読み込みます。はい、えー、ピング画像ですね。ここで選ぶのはピング画像にしておきます。まあ、データが軽いためですね。はい、オープンイメージを押します。そうするとここにですね、プレビューで入れた、えー、アルファ画像が表示されますね。はい。えー、もう… で、次なんですけど、一度、えー、こちら、ブラシの方のプロパティの方に戻ります。で、このままですね、まあ、使っていくこともできます。が、えー、細かい設定は実は、えー、このテクスチャーって書いてあるプルダンの下のところでですね、少しできます。まあ、この辺も少しまず交えて説明していきたいと思います。まずは、あの何も変更せずにですね、えー、ちょっとブラシをガリガリ書いていきたいと思います。はい、こんな感じです。 今ちょっと特に何も考えずに、えー、ドローブラシを。アルファ読み込んだドローブラシをストロークしてみた結果ですね。はい。まあ、あのー、全体的に簡単にディテールが入れられるということがわかりますね。で、この、えー、ディテールは、このブラシのラディアスによって入る結果が変わるということがわかりますね。また、えー、ブラシのサイズに依存するので、 まあこれ、カメラが寄った場合には、さらに細かくっていう感じで、まあ、ここに見えている青い枠、ブラシの枠、基準で、えー、アルファが貼り付けられることになりますので、その点注意してください。えー、でですね、あのアルファのこれ形を見たときに、ちょっと細かい話になってきますが、形見たときに今、今、えー、向いている方向、アルファの、なんて言うんでしょう、トゲトゲの向いている方向を見ると、今、 左端あ右から左に向かって鱗があが配置されているような、えー、配置に今なっていると思いますね。で、えー、ここを注意しないといけません。一度、リファレンスの方に戻りまして、はい、鱗の、えー、向きというのをです、ね、よく観察するようにします。えー、観察してみると、まあ、この生き物の場合は、えー、顔の、まあ、先端から、えー、外側へ向けて、 鱗の流れががですすね走っていることが分かります、うんまあ、腕の辺りに関しては、えー、今度は肩から手先に向けてですね肩から手先に向けて、えー、鱗の流れが配置されていることが分かります、まあ、この辺の形を見ればですね方向がわかると思います、はいえー、その点注意しながら、えー、進めていく必要があります、えー、あともう1点あの鱗のサイズ このあたり顔の辺りは、えーまあ、表情なので、まあ、よく動くという点から、えー、鱗がすごく細かく配置されています。まあ、目の辺りなんて特に顕著ですね。目の辺りなんかの鱗は、まはあ、ここに鱗が大きいと目の,あの可動がです、ねえー、しづらくなってしまうので、まあ、生物の構造上細かくなっています。逆にあの動きがあんまりないところに関してはこの鱗のサイズがもうこの辺と比べたら34倍。 まで大きく、えー、なっていることが分かりますね。こういった鱗のスケールに注意して、えー、入れていくことがポイントになります <laughs>、はい。じゃあ2点ですね、ポイントがありました。鱗の方向と、えー、鱗のスケール。じゃあ、えー、その辺の、えー、考慮したディテールの入れ方なんですけど、ちょっとこれわざと残しておきますね。えっ、ー、と、まず鱗の方向を変えるためには、えー、ここですね。アングルって書いてあるところ。 これをいじるとあ、ちょっと分かりづらいですね。60ぐらいまでいじれば分かりやすいですね。はい。えー、うの向きが、えー、左側に向いていたのに対して、えー、下側、まあ、およそ下側に修正されたことが分かります。なので、鱗の方向をですね、調整したい場合には、このアングルってところを、えー、設定すれば OK ということになります。<laughs> そして、う、え、ろ、ー、のサイズの調整に関しては、まあ、ちょっと手間なんですけど、えー、ブラシサイズをですね、えー、小さくする、もしくはカメラを寄る、はい。これによって、細かい、中くらい、大きいっていう差をつけていってみてください。はいじゃあ、この辺りをちょっと考慮して、えー、あブラシの、えー、ちょっと読み込みまで戻っちゃいましたので。 戻りますが、まあその辺を考慮して、えー、少しだけですねあのこのディテール作業をちょっとサンプル的にやってみたいと思います <laughs> 戻りましてえー、っとテクスチャーあここの設定は維持されてますね、えー、まず鱗の向きを変えなきゃいけないので下向きに、まあ、この顎の下のところは下向きになるようにですねセッティングしますでちょっとこう ストロークしてみたときに、えー、鱗のサイズが正しいかどうかですね、チェックします。ちょっとこの辺の鱗サイズにしては大きすぎますね。なので、ブラシサイズを小さくします。でもう一回ですね、見てみると、まあ、このぐらいでいいかなと。ちょっと、ただ、強すぎましたかね。はい、このぐらいでいいかなと思います。で、次に、えー。 プラスチーサイズを少し大きくして、このあたりですね。ちょっと大きすぎますね。はい、このあたり。で、このあたり。はい、鱗の方向下に、えー、したい部分は、今、リテールを入れました。で、えー、今度、方向を変えたい場合に、まあ、厳密にやるとですね、すごく大変ですね。なので、この辺の境界の部分をちょっとわざとぼかしてあげて、 で、えーと、上書きしてしまうといいです。えー、なので、まあ、横向けるということは、もっと数値を大きくして、斜めぐらいにして、はい、えー、じゃあ、ディテールを入れていきたいと思います。<laughs> はい、まあ、こんな感じ。 ちょっと大きいですねこんな感じこんな感じですね。はい、そうすると、まあ、このつなぎ目の部分って、まあ、細かく見れば分かっちゃいますけど、まあ、ある程度ですね。あの 印象が合ってれば、えー、大丈夫かなと思います。で、一方、あのイグアナとかっていう、鱗ろパターンがいっぱいある場合は、結構大変ですねあの。自分で掘らなきゃいけない部分は、自分で掘らなきゃいけない可能性は全然あります。ですが、あのこういったリピート性のある、特性のある、えー、情報に関しては、積極的にこのアルファの機能を使って入れてあげるといいですね。時間短縮をして、えー、で特徴的な部分を、えー、自分で掘る時間を確保するみたいなイメージで埋めるといいです。 まあ0から100まで手彫りでいくとですね、結構本当に時間が足んなくなってしまうので注意しておくといいです。はい。えー、じゃあちょっとこの辺の話も、えー、ったんですね、えー、まだ入れ終わってないですが、このぐらいにして、もう少しちょっと細かい話をしていきます。<laughs> えっと、まあ、ああのタイリングして、えー、アルファをタイリングして配置したいと言いますか、彫り込みたい場合はあの、以上の手続きでどんどん入れていくといいですね。 でそれからもう一個、あの、シワの入れ方なんですけど、あ、これちょっと裏側にも反映されちゃってるのはちょっと嫌ですね、これね。はい、まあ、ちょっとブラシサイズを後で小さくして修正しておきますが、えっ、ー、と、シワを入れたい場合に関しては、えっ、ー、と、今のやり方だとちょっとやりづらいです。えー、なので、また順を追って説明します。 まず、テクスチャーがですね、えー、アルファ画像が、まあ、このままだとシワを入れるのに適してないので、えー、変えます。えー、でテクスチャーの変える方法としては、こっちですね、テクスチャープロパティーズの方に一度移動して、でこのフォルダーマークを押すことで、えー、画像を切り替えられます。で、今回これも一応用意しておいた画像を読み込みます。<laughs> はい、こんな感じの画像ですね。 で、一個前のアルファも、このアルファも、どちらも、ズブラシの、えー、アルファで検索をして出てきたものなので、どちらもフリーでダウンロードが可能です。はい。えー、じゃあ、ブラシのプロパティの方に戻りまして、セッティング変えていきます。ま今の状態でストロークするとあらストロークするとえなんかちょっと更新されてされましたねはいえ今の状態でストロークするとまあ、こうやって見てもらうと分かる通り、 あのタイリングして配置する方法になっているので、こうなんていうんでしょう、シールを端から端まで貼っていくようなイメージでアルファが入りますね。で、シワを入れる場合にはこれはあまり良くないので、え変更していきます、えー。マッピングって書いてあるところ、タイルドって書いてありますが、これを、えー、エリアプレーンに変更します。まあ、そうすると、こうアルファがですねこうポンポンポンと連続で、えー、入る形になります。 まあこの方がシワを、シワなどの、えー、細かいディテールを造形していきやすいということですね。で、このアングルって書いてあるところは一旦0に戻します。そうすると、まあ、真下を、えー、アルファが向くんですけど、まあ、この状態で、えっ、ー、と、シワを入れていくと結構一方向にしかこう、シワが入らないので、割と扱いづらいんですね。はい。まあ、使いどころは見極めるべきですが、 で、ここで、アングルって書いてあるところの下の、レイクって書いてあるところ、ここにチェックを入れます。そうすると、こうブラシに沿って、アルファがですね、追従することになります。えー、なので、えー、っと、まあ、今のアルファで、えー、コントロールをしながらですね、アルファを押していくと、今度、あえー、ブラッシングしていくと、あの、溝が作れますので、まあ、このレイクっていう機能と、 コントロールをしながらの造形によってシワを表現することができます。はい。この機能はですね、すごく汎用性の高い機能なので覚えておくといいですね。それからですね、えー、と細かい点なんですけど、このストロークのプルダウンを開いて、 で、えー、スペーシングって書いてあるところのパーセンテージを上げていってみます。わ、まあ、かりやすいようにちょっと300ぐらい大きくしちゃいますね。で、ストロークすると、あ、ちょっと大きすぎましたね。うん、ああ、もうちょい下げます。まあ、50ぐらいにすると、ポン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 と、なんかスタンプを押したような感覚になることがわかります、えー。なので、えー、っと、最初の状態。 何パーか忘れましたけど10%ぐらいの状態だとこう結構連続でアルファが入る印象になりますが、まあ、それだと少しなんかディテールを入れる量が多すぎるなという場合はここのスペーシングっていう数値を上げてですねブロックしてあげるといいですね、まあ、特にあのカエルとかのなんかイボイボの情報を入れる際にこれは役立ちますイボイボの情報だとちょっと置き換えて考えてみた時にはい 便利な機能ですね。で、あとついてなので、もう1個え、フォールオフって書いてある、えー、プルダウンを開くと、えっと、まあ、ブラシの、えー、アルファを、えー、どの程度強く押し付けるかみたいな、えー、調整が一応できますで。スムーズっていうのが、まあ、あの基本的な状態ですね。で、ちょっと分かりやすいのがこのドローシャープのブラシなので、こっちで説明しますが、えっ、ー、と、ドローシャープ。 のフォールオフの設定見てみると、これシャープ、えー、シャーパーって書いてありますね。はい、こんな感じの結果です。でこれを、えー、スムーズにじゃあすると、どうなるかっていうと、こんな感じになるんですね。全く同じブラシ使ってるんですけど、ここの、えー、フォールオフのカーブをですね変更すると、結果が変わります。まあ、これもですね、一応あの、造形する上で押さえておくといいと思います。まあ、あのなんて言うんでしょう、シャープな。 えー、細かい、えっ、ー、と、情報を入れたいときには、ここを変えたりとか、まあ、細かいシワのことですね。ちょっとついでなので、ちょっと、例えばですけど、まあ、この辺にシワをさらに追加したいってときに、まあ、スムーズの状態だと、こういう結果になっちゃいますが、えー、っと、シャーパーにして入れると、もうちょっとこう、シャープにですね、 シワを入れられるっていうような、はい、こういう、えー、違いがありますので、押さえておくといいと思います。まあ、ディテールを入れてから、こう上からですね、あのシワを追加するみたいなことも当然できますので、裏側気になりますけど、できますので、はい、さらにですね、えー、形をもっともっと、よりリアルに近づけていけばいいかなと思います。<laughs> えー、でですね、あのー、 結構必要なことについてはもう説明をしてきたので、えー、あとはこの,、まああのハイディテール、えー、を入れる段階で全身にですねうろ、えー、の情報を入れるそれから、えー、皮膚のシワとかっていう情報を入れる、まあ、その2点、えー、を完了できたら、えー、このスカルプトモデリングの段階は終了となります。